すっかり夜になっちゃった。式はもう来てる頃かな。急がなくちゃ。あら、こんばんは、お姉ちゃん。ずいぶんと雰囲気が変わったわね。それじゃまるで男の子みたいよ。そうかな。自分だとよくわからないや。はい、これ。携帯電話？渡してって頼まれただけだから。それじゃあお姉ちゃん、またね。全然愛想ないんだから。まるで昔の。もしもし？これはこれは姫様。本日はご機嫌麗しく。その手の浮ついた挨拶、やめてくれない？どうせどっちにつく気もないんでしょ？おっと、これは失敬。やはり慣れない社交辞令はするものじゃないな。しかし、ずいぶんと久しぶりだ。最後に会ったのはいつのことだったか。朝も夜もないここでは時間は曖昧だが、それでも何世紀か経っているんだろう。おあいにく様、時間だけで測ればせいぜい800年よ。私があなたに会ったのなんて私が生まれた頃の話だし。おお、あの時のことを覚えていてくださったとは、それは光栄の至り。やめなさいってば。天涯孤立を決めたあなたからお世辞を言われるとか本気でないわ。それは重ねて失敬。最近はどうも羽目を外しすぎたようで、バランスを取るのが難しいんだ。変わり映えのない世界の中でもこの程度の変化はあるということだね。しかしそういう君もあの頃とは随分違ってるようじゃないか。こっちにだっていろいろとあったのよ。でも教えてあげない。知りたかったら引きこもるのをやめて外まで出てくることね。そればかりはごめんこうむる。何しろ外はつまらない。わざわざ退屈な場所に出向く人間はいないだろう。いや、僕の場合は人間とは言わないか。幸いにも食料の心配はない。ここで人類が滅びるまで自らを殺しているさ。笑えない冗談。センスまで数百年前よね、あなたって。それは傷つくな。まあそちらの情勢に興味はあるけれど、まだまだ楽園から出るには釣り合わない。それより一つだけいいかな。アルクエイド・ブリュンスタット。何？くだらない質問だったら今すぐ切るわよ。いや、質問じゃない、ただの確認だよ。君としては僕をやっぱり殺したいのかな？それこそリスクとリターンが釣り合わないわ。めんどくさいからそこにいる限りは見逃しておいてあげる。それはよかった。ほんの少し気持ちが楽になったよ。ここでの暮らしは僕の結論だ。まだ生きていられるのならそれに越したことはない。けれどあなた、何か大切なものをなくしたんじゃなかったかしら。いつまでもそんなところに引きこもってていいの？取り戻したければ早くそこから出ていらっしゃい。もちろんその時は最優先であなたを殺すけど、それこそハムシみたいに指先で。だろうね。いや、出所した途端に復讐されるヒットマンっていうのはこういう気持ちなのかな。どれだけふぬけても君の真の部分に変化はないようだ。あれだ、少しくらい温情はないのかな。噂に聞く限りでは市場の宝を手に入れたのだろう。ん？宝って何よ。何と言われれば答えよう。それは
我々がとうの昔に質に入れてしまった心のかけら。口にするのも恥ずかしいが、ズバリ人らしい愛を知ったそうじゃないか。気が変わったわ。今からそっちに行くから鍵穴洗って待ってなさい。ああ、嘘嘘、ちょっとした茶目っ気さ。というか本気で祝福しているんだよ。これでもガールズトークというやつだよ、姫。無論僕は男性だがね。ほんと緊張感のないやつ。いいわ、少しだけ本気にさせてもらったし、頑張った道家には褒美をあげないとね。出てきた時、殺す前にご褒美をあげてもいいわね。もし地上に出てこられたら何が欲しい？おや、これは死ぬ気でからかった甲斐があったな。冒険には褒美を。実に君主らしいじゃないか。それでは遠慮なくと言いたいんだが、欲しいものはないんだ。僕はただ月が見たい。月？そう、懐かしい月だよ。初めて死んだ夜、網膜に焼き付いたあの月を、もう長い間見ていない。いつになるかはわからないが、二度目の死もせめて同じようにありたいものだ。君だって違う人間に殺されるのは嫌なものだろう。いや、すっかり話し込んでしまった。僕を知っている相手と話すなんて久しぶりのことだったからね。けれど今夜はこのくらいで失礼するとしよう。それでは姫様、どうぞ素敵な夜を。ほんと、あの連中には変わり種が多いけど、あなたも負けてないわね。何もかも手に入れたくせに、最後に見たいものが月だなんて。でもそうね、今夜も月はこんなにも綺麗だもの。